そういえばそんなことやってもらう隣で止めてくれればよく思いますそんな遠慮して遠慮して妥協してこの上に座る間違えてる遠慮の仕方こちらにいらっしゃるのはベルフェイスの会社の社長さんの中島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。電車の広告とかで翔英さんが CM でやってる結構グイグイ来てる会社なんですけども、今日はそのベルフェイスさんがどういう人材欲しいのかっていうこととか、その今後どういう企業展開をしていくのかなっていうのを、僕がなんか単純に気になることとかも聞いていけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか僕単純に気になった質問なんですけど、ベルフェイスの皆さんのめちゃめちゃ綺麗な人とかかっこいい方が多いんですけど、顔っていうのは結構左右しますか、容姿というか。まずそうですか、そんな人ですか僕が先ほどお会いしたかったらもうみんな綺麗だなあ、そうですか。でも僕はストライクゾーン広いのかな。そうですね、ストライクゾーンそっちも行ける。いや、え、行きません。女好きです。女好き、断言してから。そうですね。まず当然、ルックスで選んでるわけじゃないです、ね。そうですね。まあ当たり前ですが、別に営業だけじゃなくて、総務の方もいれば、エンジニアの方もいれば、マーケターの方もいるので、別に外部の人と接する人だけじゃない職種の方もいるので、別にそこで見た目こだわってもしょうがないです、ね。はい。まあ、ただ、あえて語弊を恐れずに言うと、はい、特に30歳とかを超えてくると、はい、私は男性でも女性でも顔に責任を持てとは思ってます。その人の考え方とか考えてることとかスタンスはですね、顔に出ます。なのでそういう意味においては別にイケメンじゃなくていいし美人じゃなくていいですけど、その人の生き方が現れている顔は責任を持てと思ってます、はい、なるほど、はい、だから正直まあすごいこう賛否両論あると思うんですが、やっぱりその人の内面が現れるのがやっぱり顔だと思うので、明確にこう基準になるわけじゃないんですが、やっぱりそこから受ける印象っていうのは私はそれなりに重視はしてますね。ありがとうございます。本当に正直な意見をありがとうございます。これ炎上するってやつ。いや絶対しないと思います。その中島さんがこれからもその新卒採用とかもされたり中途採用もされると思うんですけど、どういう人材が欲しいかとかってありますか。まあ、もちろんいろんな求めたいことがあるんですが、はい、まあ、一つはですね、地頭がいい人です。はい、こんなおしゃれじゃないやっぱりですね、学生かもしれない。いやいや、自分で起業しようとしてるからもうぐらい立派な、まあ、大丈夫だと思います。ただやっぱりもうすでにですね、皆さんが多分卒業するときって多分22とかそれぐらいですが、私は個人的に22のときはもう社会人7年目で、22のときには4人か5人採用人を雇って給料が払えないって言ってアコムとかレイクから金を借りてた時期です、22とか。まあ、なので、まあ、学生の方とはいえやっぱり曲がりなりにも20年以上生きてきたらもう差はついてると思います。自分なりに考えて頭を使ってそれなりに努力をして鍛えた人か、ただレールに乗ってチャランポランやってきた人はもう差がついてると思います。大学という決められた枠の中でも、はい、その中でも私は自分で頭を使って自分なりに何かを目指してやってきた、まあ、その結果きちんと頭を使ってきた人、そういう人をまずやっぱりな、仲間に招き入れたいと思ってますね。でそれさえ持っていれば、はい、まあ営業マン、ビジネスマンとしての基礎的なことは我々十二分に教えられますし、もともと半年前まで10人ぐらいだった社員がもう今40名を超えてるわけですね、まあ、3分の2新入社員みたいな状況ですよね。10名ってびっくりしますよ。そうです。それで来年入ってくる方 もういきなり2019年の4月に入ってくる方もいきなり10名入ってきますし、その次も20名採用するって決めていて、これはですね、ここで断言しますけど、はい、半分外国人で決めてます。あ、そう。20人中10人もう後に引けないよねでそれはなぜ半分外国人、まあ、当然ビジネスやるんだったら今の時代に生まれたら、はい、海外のマーケットを狙わないのはバカだと思ってるからですね、まあ、日本人なんて70億分の1億人しかいないので、はい、日本でやってるだけでどんなにビジネス成功しても70億分の1のマーケットしかないわけですね。そんなもったいないことはできないので、まあ、そういう意味では
まあ、ちょっと話戻りますが、はい、自分の頭でしっかり考えて行動ができる人、まあ、まずはまだ社会経験がない学生さんに求めるのは、はい、一旦私はその一点でいいと思います。なるほど、はい、その地頭っていうのも経験による地頭で大丈夫だっていう。そうですね、自分なりに何かを考えて頭を使ってきた人です。別に勉強でもいいし、はい、サークルでもいいし、こういう企画でもいいし、はい、もうですね大きな差ついてます。社会に出てじゃない、もう決着はついてると思います。あ、もうスタートラインじゃないんですよ。スタートラインじゃない、もう蹴りはついてます。そこまでの三つ子の魂100まで来ました。皆さん3歳以上だと思うので、もう蹴りはついてると思います。なるほど。今じゃあ何歳ですか。今21歳になりました。最近よかったら中島さん弊社に。ちょっと忙しい。ちょっと忙しい。ちょっと心揺れたけど。オンラインで営業ができるっていうことを強みにされてると思うんですけど、はい、僕単純に気になったのは、なんか営業って結構足を運ぶみたいな文化があって、なかなかオンラインで営業するっていうのは馴染みがなかなか日本特有かもしれないんですけど、うん、馴染みにくいなって思ってるんですけど、そういう文化をどういうふうに定着させようとしてる。そうですね、まあ本当に言う通りすごく難しいですね。あのやっぱり訪問っていうのはこうお客様に会いに行ってなんぼだと、うんまあ、自分を売り込んでなんぼだみたいな、すごく感覚的な世界なんで、うんまあ、なので一番は それが最も受け入れやすい業界にまず我々はトスしてやってきたんですね、はい、なるほど、まあ、そこがポイントだったとは思います。でそこからちょっとずつグロースさせていこうっていう。そうですね、はい、なるほど。そういった点でその一つの施策としてテレビ CM とかその広告も打つっていう。そうですね、まあどちらかというとそのベルフェイスというプロダクトは、はい、そのひたすらセールス経験がある私のようなメンバーとかエンジニアが作ってるので、はい、究極に使いやすいんですね、うん、アプリのインストールもいらないし、極論相手にメールアドレス、まあ、相手のメールアドレスとかが分からなくても電話口で話して誘導するだけでもつながってしまうっていう、まあ、特許も取ってるんですが、はい、究極に簡単に使えるんですね、はい、ただ問題はやっぱそこじゃなくて、今までの商習慣とか、うん、あの営業マンが訪問したいみたいな本の効率が実はめちゃくちゃ悪いんですけど、うん、そういうもんだとみんな思い込んでるんですね、まあ、なのでこれを変えるためには、はい、やっぱりこうマーケット自体の常識を変えていかないといけないわけですね、うん、やり方とか使い方のレクチャーだけじゃどうしても変わらないので、はい、なので日々日々しっかり導入した企業をコンサルティングするというサポートをやってるんですが、同時にその受け入れる側の世の中も変えていく方が早いと思ったので、まあ、調達した数億円のお金をもうそのままポンと突っ込んで。そうですよね、5億円の半分を費やしたそうですね、まあ、平均で10億でも100億でも突っ込むつもりですが、まあ、あの新しいマーケットを作るっていうのは、はい、ある種覚悟を決めるってことなので、あの他社がどうのじゃなくて我々がマーケットを作るっていうことで、そこに惜しみない投資も、まあ、してマーケット自体を啓蒙してるっていうのは今のステージですね。中島さん自身はもともとそうやって結構リスクを取ってでも挑戦するっていう気質の方なんですか。まあそうですね、まあ、学歴でいうと、はい、これはもう、まあ、新卒の方の採用の一環で出てるわけですけど、あの私個人でいうと学歴は中卒なので、はい、まあ高校も大学も行ってないんですね、うん、そういう意味ではまあ中学卒業して高校1学期ぐらいで辞めちゃったんですが、まあ、将来起業しようとか、まあ、自分で何かやろうということを決めて、まあ、ドロップアウトしてそれから働いて、まあ、1人で世界一周の旅して21で会社作ったりいろんなことをしてたので、まあ、そうですね、旗から見ると、まあ、リスクを取ってどんどん切り開いていくみたいなタイプで見えてるかもしれないんですが、まあ、どちらかというと足し算引き算で効率的な方を選んでる。3億円5億円突っ込んでも、はい、そこで問い合わせとか今のベルフェイスのユーザーがもっとベルフェイスを使ってくれるようになれば、はい、継続率も上がるし、もっと使ったら単価も上がるし、うん、で使えば使うほど体感した人はベルフェイスを知って問い合わせしてくれるわけですね、はい、ということの、まあ、費用対効果を考えると3億突っ込んで6億なんて戻ってくればいいわけですね、うん、なのでまあそのリスクをテイクするというよりは、はい、自分よりもはるかに大きい規模の出来事でもちゃんとこうなったらこうなったらいいよねということで、まあ、
ロジカルが通ってれば、はい、そこに何の躊躇もないっていう。なるほど、まあ、そんな感覚ではあります、はあ、自分の中で勝算があればもう迷いなくやっていくっていう。そうそう、あとはもう感覚じゃない、計算ですね。うん、ということで動画を見ているあの方はベルフェスさんもめちゃめちゃ今のお話聞いても分かるように面白い社長さんで面白い会社なのでぜひ興味のある方は、はい、ここら辺の下に貼ってあるので、はい、応募してください。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。